サセリア・アティアス、セシリア・マリア・サラ・イザベル・シュガネール・アルベニスは、フランスの大統領であったニコラ・サルコジの前妻。パリ西部近郊ブローニュイコール・ビアンクール出身。母方の祖,祖父は、スペインの音楽家で、ユダヤ系とされる、スペイン人のイサーク・アルベニス。祖父は中ベルギースペイン大使。父アンドレ・シュガネールは、モルドバ生まれで、ユダヤ人とロマの血を引く。 パリ16区の私立アンスティッチュドラ・ソンプショーンに通いパリ、第二大学法学部に進んだが中退した。ファッションブランドのエルザ・スキャパレッリでモデルをしたり、アンドル県選出元老院議員秘書などを務めた。16区出身の写真家、ジャン・ダニエル・ロリュート、両親のイブリーヌ県モンショベの別邸で同棲し、1980年に婚約発表したが土壇場で破綻した。 1984年、レストランで知り合ったテレビ司会者、ジャック・マルタンと結婚、二人の娘を設けるが離婚。その後、1996年に、ニコラ・サルコジと結婚し一人の息子を設けた。なお、サルコジは、戦災の間に、息子が二人いるため、サルコジ家には五人の子供がいる。なお、二人が知り合った時には両者とも帰婚中であり、 サルコジとの結婚までには不倫関係が続いた。奔放な人物と言われ2005年には男性を連れてニューヨークへ駆け落ちをして夫を困らせた。そのためパパラッチの標的とされ2007年の大統領選挙でも彼女の動向にマスコミの注意が集まった。彼女が決選投票の投票を棄権したことや選挙後にバカンスへ行ったことなどがも報じられ、 夫婦不仲説が飛び出したが、夫の大統領就任式には5人の子供と共に姿を現した。しかし2007年10月10日、エリゼグーはサルコジ夫妻が正式に離婚したことを発表した。その後、デビププ人が所有している。ありがとうございます。